寝くそで始める時間旅行、タイムマシンに委ねて僕の隣、君はいるから未来を確かめよう。夜10時負けたパチンコワンルーム、今日も眠りにつく。こんなこと繰り返してさ、10年後どんな人になったの。虚しい寂しい何かで埋めたい痛み、空も暇つぶしだね。この恋の結末も知らずに捨てたりできないから、寝くそで始める時間旅行、タイムマシンに委ねて僕はいつか変われてるから、未来は変えられますか。寝そぞで始める時間旅行、タイムマシンに乗り込んで、どんなことも変えられるよね、せめて信じさせてね。深夜0時告白のライン、多分あのまま寝たんだろうな。送らなかったらよかったかな。10年後誰と過ごしてるの。イケメンでもない、お金も持ってない、だけど可愛くない私をね、誰より大事にしてくれるの。それが好きなところ、寝そぞで始める時間旅行、タイムマシンで見てみよう。物語のエンドロールに君がいてほしいんだ。誰も見たことない結末や、どんなにリアルになったグラフィックも、この指先に触れるぬくもりにかなわないから、寝そぞで始める時間旅行、タイムマシンに委ねて僕の隣、君はいるから未来を迎えに行こう。寝くそで始める時間旅行、タイムマシンで見に行こう。物語のエンドロールに君と僕並んで